요한의 2주쇼 3주 20절 세트 가라. 31절 3주 1세트 마대. 같이 합독을 하도록 하겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 この章に書かれていないか、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちに前に行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。祝福をします。あなたは世界を生かす宣教師です。그황무한땅을기업으로상속하십시다치요유지리마쇼할렐루야 정말우리하나교회모든성도분한분한분이하나교회하나님앞에서민나가히토리히토리가미노마에데렘넌트시대를렘넌트시대이요고코로니그런축복이기를주의이름으로고메르고모르そんな祝福があるように、このことのため神様が今まで私たちを導いてくださって、訓練を受けて、それを私たちの次世代に伝えるため来たのを確信します。レムラント時代の本当にレムラント大会を心に含めて祈りが始められる、祈りができる。今週はレムラントリーダー大会がこの我が教会であり、来週は WRC ワールドレムラントコンファレンスがイルサンで行われます。1万4000名ぐらいが集まる予定で、本当にこんな夏に集められる祝福の時間、今日の主題は永遠な企業作品遺産という御言葉が伝えられるんですけど、今年は237を超えて5000種族の門を開く年になります。大会に参加する海外から来た その67国、またその中でバヌアトから23名が来ています。バヌアトで82名です。82名が来ており、ソロモン財都からまた来ます。政治家の子どもたちが来ますけど、その答えの時間表を見られるように祈ります。タラパンから始めて5000種族を向かっています。聖書的なタラパン運動を、その運動の中でオールインしてきましたけど、その答えが5000種族に向かっているということです。それで本当に私たちにくださったその答えを見ながら、それ私たちただ小遣いじゃなくて答えで味わえる献身になるように祝福します。今日のタイトルはキリストと命を伝える証人です。キリストと命を伝える証人、なぜ私たちレムラントを人どころに集めるんでしょうか。またそのレムラントたちは世界に散らされるでしょう。なぜでしょうか。命を伝える証人で立てられなければならないからそうです。主が私たちの人生の重要な目的を与えてくださいました。
この人生を生きる間、それはキリストと命を伝える証人として私たちが生きることです。これ1週間の間、すべての現場で実際的に答えで味わえる1週間になれることを祈ります。私たちはそんなに呼ばれたんですが、イエスは神の子キリストです。そんなことに対した確信がなければならないんです。イエスは神の子キリストです。そのことに対した確信、今日の31節にこれら書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため。そうです。私たちヨハネ福音書を全体見ていますけど、神様の絶対主権にある救いの計画が分かれるんです。救いの計画は全ての生活がそうなんですけど、救いの計画を確認すればするほど私がその中に入っていることを悟られます。ヨハネ3章16章に、この一人子はお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その救いの祝福を与えるためキリストがこの世に来られたことです。また17節には、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためじゃなく、御子によって世が救われるためであると言います。ハレルヤ。そうでしょう。裁くためじゃなく、イエスキリストをこの世に送ったのは、遣わされたのは、その名で世が救われるため、絶対的な計画を持って神はキリストをこの世に送ったんです。そうです。神様の絶対主権で、神の御子であるイエスがキリストのことを行われるため、聖肉身しました。ヨハネ1章14節に、言葉が人となって私たちの間に住まわれた。神様が、主が御言葉で私たちの中に、それでその私たちに与えられた、計画されていた救いの予定は、言葉によってエペソ1章11節に、このことにあって私たちが御国を受け続くものとはなりました、御心により。計画のままをみんな行う方の目的に従って、それで私はあらかじめこのように定められていたのです。それは本当に計画通り、伝道書7章13節に、神の御業に目を留めよう、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか、神様が曲げたのを誰がまっすぐにできようか、それができるというのでしょうか、できないということでしょうか。神が曲げたものを誰もまっすぐにできないということです。この世のすべては神の心によって、神の主権によってできていることです。その神様の主権は誰も変わることができないんです。それを聖書に通って言っております。私と皆様が救われたのは神様の恵みで、神様の絶対計画の中でできた祝福です。救われたということを確認すればするほど、私は神様の主権の中にいる、感謝でき、神様の恵みを分かれば分かるほど、私が受けたその救いが神様のことでできたのを分かるこそ、本当に崩れない私です。
私たち神様が崩れたら、神様主権を信じられなくなかったら、神様の救いの計画がそれを信じられなかったら、私自身を失ってしまいます。信仰生活の一番重要な部分は、信じない人々が絶対理解できない神様の絶対主権です。それが信仰生活の始まりです。このことを信じると、信じないと信仰生活ができない。重要な、私が救ったことに対した確信がないから、問題事件にあったら譲れ、私自身が崩れてしまいます。私たちはキリストで救われました。イエス・キリストを受ける瞬間、神様の御子になります。それよりも私たちが生きる間、創世記3章6章11章の古い、それが私たちの中に刻印されていて、信仰によって生きる上に、私たちの昔の習慣と体質と考えによって生きてしまいます。結局私自身を失って、未信者のように、信じない人々が絶対理解できない神様の絶対主権ですけど、信じる人々こそそれを本当に信じていないんです。それで私の昔の習慣と体質によって生きています。私たちの一番重要な始まりは、神様の御子である神様の絶対主権、それを信じることです。それがイエスがキリストであるのに、そのキリストが私たちに私を救ってくださった、神様に生きる道である、それに対した目が開けられるようにお願いします。神様の絶対主権に入る方法があります。それは何でしょうか。それが私たちの信仰生活の土台になるべきで、それが私たちの信仰生活の庭であるイエス・キリストです。ヨハネ福音と聖書66卷を通って、私たちに言っておられることが、本文の31節、イエスが神の子キリストであることをあなた方に信じるため、聖書を私たちに与えた理由がそうなんです。イエスがキリストであることをどう分かるようになりますか。それが聖書によってです。ヨハネ5章39節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うのは、聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのです。聖書を私たちに与えたの理由は、その神様の絶対的な主権の中に入って入られるイエス・キリストに対して証言するのが聖書です。ヨハネ14章6節に、私は道であり真理であり命なのです、私を通じてなければ誰一人神の身元に来ることはありません。まことのイエス・キリストを通って神様から離れた私たちは道を得て、ただ道坂じゃなくて天国に行くまでの道をキリストが私たちに与えてくださったんです。ヨハネ1章19節に、ヨハネがこう、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、
とイエス様を言ってくださいました。イエスキリストを通って私たちのすべての罪の問題を解決したからです。ヨハネス8章32節にも、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この世に一生懸命生きていますけど、本当にお金を稼ぐため、すべての人生は神様から離れて、ずるいサタンに握られ、自由を失って生きています。サタンの子供で、しもべで、で、本当の王であるキリストが来られて、サタンの頭を打ち砕き、すべての運命、サタンの運命から私たちを救ってくださって、誠の自由を与えてくださいました。そのすべてを十字架で神様は成し遂げたんです。それでヨハネ19章30節に完了した。キリストの使役を全部成し遂げたんです。私たちの人生の基礎は何であるべきでしょうか。私の人生の基礎は何で、どこの上に家を建てるべきでしょうか。マタイ7章24節と4節に見れば、岩の上に自分の家を建てた。また、砂の上に自分の家を建てた愚かな人を比べることができます。それで皆様、本当に人生の岩になるイエス・キリスト、神様の絶対主権に入るイエス・キリスト、王で預言者で祭司長で来られたイエス・キリスト、それで全ての問題を終えたイエス・キリストが皆様の岩になることを祝福します。その時どんな問題が来ても譲れず負けず、その時本当に風が吹いたら、また問題に遭うこそ本当に価値を分かるです。私たちの本当の人生の岩であるイエス・キリスト、その 上に家を建つ皆様に、建てる皆様になれることを祝福します。神様の主権を信じないと、自分の人生が譲れてしまいます。イエス・キリストを自分の岩にしなければ、万石に しなければ、ある日私たちに来る、イエス・キリストが私たちの万石に なれなければ、すべての人生がイエス・キリストのそれで全て成功しても崩れてしまいます。個人の問題、家庭の問題、全てがそうです。完全な答えを持っても譲れてしまいました。結局葛藤して、アブラムとロッとの、キリストが私の人生の岩にならなければ、私たちの人生の霊的な問題絶対解決できない。また一生懸命生きても、全ての人生が めちゃくちゃになってしまいます。それで人生の正しい方向を持って生きる皆様になることを祝福します。私たちの力で
生きられないんです。それで神様が私たちに聖霊の働きを与えてくださいました。イエスがキリストであることを告白する皆様に助け主聖霊様が永遠に内住することを約束してくださいました。ヨハネ16章17章、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもあなた方と共におられる。ヨハネ14章26節にも、その助け主父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方のすべてをことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言いました。それが私たちを教えて思いすべてのことを思い起こさせてください。それでその御言葉御言葉を従っていくのができるのも、またヨハネ16章13節を見ましょう。しかしその方すなわち真理の御霊が来ると、あなた方がすべての真理に道入り入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。自分で話さなく、御霊は自分から語るのはではなく、聞くままを話し、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すから。そんなものすごい霊的な祝福が本当に御言葉を信じるとき私たちにあるんです。それで信仰生活のすべてが、すべての答えはどうすれば聖霊の導きを受けるか、それにあります。今日読まなかったんですけど、ヨハネ20章19節から見たら、イエス様が復活して門を弟子たちが本当に恐れて戸を閉めて行った弟子たちに、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。ブラブラしているイエス様の弟子たちに平安があなたにあるように。それでイエス様がその手と脇腹を彼らに示されたと言いました。それで弟子たちは主を見て喜んだ。21節にもう一度、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします、そう言って、こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。부활하신주님첫번째제자들이나타나서건강이실때말씀하시면서復活して初めて平安があなたに、それで父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。だったら私たちがこの世に生きるとき何が必要でしょうか。本当に私たちが握るべきなことは何でしょうか。最後の時にも使徒1章4節に見たら、エルサレムから離らず主が約束したことを待ちなさいと言いました。それで使徒1章8節に、聖霊が皆様に望むと皆様が力を得てエルサレムとユダヤとサマリアを地の果てまで私に証人になると言いました。それで全ての答えをどうすれば聖霊の導きを受けるか、エペソ5章に見たら、酒に酔ってはならないと言いました。ただそこには御霊は満たされなさいと言いました。酒に酔ったら何も知らないんです、自分のすること。聖霊の満たしは何ですか。完全に神様の
働きに満たされることです。皆様、世の中のものに満たされていますか？じゃなければ神の霊、聖霊に満たされていますか？自身を見なさい。私も知らず、世の中のことでいっぱいになっている私たちじゃないでしょうか。世のだったら世の実が出るはずです。世の実が私たちに祝福を与えるんじゃないんです。私たちが聖霊に満たされると、聖霊の満たしはイエスの満たしです。そこに入ると、そこに現れるのが死の果てまで証人になる答えです。それで私たちに聖霊の働きを与えてくださいました。信仰の土台にある神様の絶対主権、神様の絶対主権に入る道、それが私たちの弱さを分かって神様が私たちに聖霊を与えてくださいました。イエスが神の御子であること、このことが告白されて確認されると、神様が私たちをキリストと命を伝える証人で呼んでくださいました。だったら毎日皆様の生活でイエスがキリストの神の御子であるキリストであることを確認してください。2番目、私たちの救いはイエスキリストで命を得たことです。31節の最後に、その名を得て、イエスの御名によって命を得るためですと言いました。救いは神様の絶対主権の中で行われたことで、それはイエスキリストで命を得たことです。世の中の方法で人生の問題を解決しようとする人が多いいます。でもヨハネ、書に見たら自分の方法で、問題を解決しようとしてもっと難しくなった。ヨハネ2章に見たら、どんなに一生懸命、結婚の祭りを準備しても葡萄酒が足らなかった、足らなかったんです。それで一生懸命して何かできたとように私たち思っていますけど、人生の問題は不足はいつ起こるか知らないんです。ヨハネ3章に見たら、ニコデモ、世の中が認めるあのユダヤ人でパリサイ人のリーダーでしたけど、自分の人生の問題を解決できなかったんです。それでイエスに夜中に訪ねてきました。それでイエス様が重要な霊的なことを言っていますけど、そのことを理解できないんです。聖書を持っていても、それで生まれてなぜ2番目、生まれますか。絶対霊的なことをわからないユダヤ人でパリサイのリーダーですでした。この世の姿であり、私たちの姿じゃないかと。ヨハネ4章を見たら、サマリアの女の子が出ます。幸せを探して結婚を5回もやったんですけど、かえて人々に笑われる、それで人々を避ける、そんな人材になったんです。ヨハネ5章にも、体の病気を治すためベテスタ池で、あった病死もあったんです。世の中の現場では、科学技術、人間の力、知識、文化などで人生問題を解決しようと する人々が現場で私たち続いて会っています。でも世の中の方法で、人間の人生の霊的な問題を解決できないんです。
世の中の問題は絶対解決できないんです。それでソロモンが伝道書一節二節に空の空、伝道師は言う、空の空、すべては空と言いました。すべてが、この告白をしたソロモンは王でした。みんなのことを思っていた方でしょう。でも全部空だと、人生の無駄、人生の何でも誰 何でも解決できないということどんな知識も人生の問題を解決できるには無駄であるということです。人々に会ってみたら、今こそ人生を少し分かるという人々に会います。その人々はどんな面で人生を分かると言うかと見れば、いろんな失敗をやってみて、頑張って生きてきて崩れて、本当にこの世が優しくない、それでちょっと分かる。人間の関係の中でもいろんな失敗をして、そんな人たちが人生がこんなものであるか、 今こそちょっと人生を分かると思います。と言います。でも本当にその人たちが人生を分かっていますか？で、努力して頑張っても、大勢の失敗、大勢の問題に失敗します。その背景に働く力、それ何でしょうか？それは世の中の王である悪魔、世の中の神、その世の中の王である悪魔、それを知らないのに人生を分かり、世の中を分かるでしょうか？本当の世の中の問題は他の問題じゃなくて霊的な問題です。ある日突然来られる人生の問題、どんなに頑張っても努力しても解決できないんです。それで夜中酒を飲んでも、その苦痛を忘れるため、どんな大きい事件ことが起こるんです。他の人が絶対解決できない霊的な問題。ある人は先生なんですけど、牧師なんですけど、講談で立てられません。なんとか怖くて、それで霊的な問題を分かるから、世の中が持っているそんな問題を分かると、ただその霊的な問題を解決する唯一な答えはイエス・キリストです。その剣、サタンの力を打ち壊す唯一な答えはイエス・キリストです。どんなに私たち頑張ってもできないんです。いつも後悔しています。お金ができたらいつもそこに戻っていきます。でもその部分誰も理解できないんです。私たちの霊的な問題を解決するため、私たちは毎日イエス・キリストがいります。皆様は本当によく分からないんですけど、私はそうです。毎日毎日キリストじゃなければ何もできないんです。私自身も、私が本当に自分でできない部分がたくさんあります。それで今日も私はイエス・キリストがいります。本当に霊的な問題を分かると、ただキリストのみ、なぜ神様がキリストを私たちに与えてくださったか、それを分かるんです。
귀한 축복 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 本当に霊的な問題で勝利するイエス・キリストで皆様になれることを祝福します。救われた私たちにいるものは救いの確信です。神様から与えられた救いは神様は受け入るとき、それでヨハネ1章12章、その名を信じた人々は神の御言葉とされる特権をあなたに、ヨハネ5章23、4節に、誠にあなた方をに告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きのに遭うことがなく死から命が移されているのです。ヨハネ中7章3節にも、その永遠の命とは彼らは唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。そうです、神の御子になった、それを神様の絶対主権の中でできたんです。エペソ2章8節、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの宝物です。そうです、救いは神様の宝物です。その救いは誰も奪っていくことはできないんです。変わられないんです。それで救いの確信が私たちになければならないんです。ヨハネ10章28 29節に、私に彼をお与えになった父は全てに勝って偉大です、誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。それで救いの確信、その祝福で全ての答えを味わえることを祈ります。救いの確信を持ったら、その時から目が開き、霊的なアイデンティティが生じます。信じない人々はヨハネ8章44節に、悪魔から出たものだと。それで信じるとき、私たちは本当に暗闇の権利から救って、神の愛の息子の国に移したと。神様の御子である私たちにものすごい祝福を与えてくださったのに、それが偶像の国で救ったアブラハムにどう言いましたか。あなたを本当にアブラハムを偶像崇拝から救ってくださって、始めるアブラハムに、あなたを負ける、あなたに勝つものはないと。本当にあなたによって万民が恵みを受ける。私と皆様が行くところどころ、私によって万民が生かされる、その予定の祝福を与えてくださいました。それで私が示す道に行きなさい、それが道しるべです。やぐら、旅程、道しるしは救われた私たちに与えてくださった霊的な祝福です。この事実を祈りの中で味わいなさい。それで全ての罪から来る全ての問題が崩され、また今も私たちを騙すサタンの働きが、王であるキリストの権利で無力になり、神様から離れて失敗するべきな私たちの人生を、神様に、キリストが来られて神様に会う道を開いてくださって、本当の祝福を与えてくださいました。永遠に勝利できる。それで私たちは結局この世を生きる間、キリストと生命の命を伝える証人となれるんです。
認めます。神様は私と皆様を呼ぶときどんな祝福を与えてくださいましたか。私たちはキリストと命を伝える証人、そんな証拠を与えるため私たちを呼んでくださいました。毎日イエスがキリストであることを信じる信仰の中に入ればいいんです。それで바로이구원의축복을날마다믿음으로만나확신가운데들면서구원의확신속에서この救いの축복의정체성망대와여정야구라또료테또미치시르베そのそれを与えてくださった霊的なアイデンティティ、それを味わえば味わうほどキリストと命を伝える証人となれるんです。そんな祝福な答えが皆様にあるように祝福します。賛美しながら祈る時間を持ちます。祈りの課題を見ましょう。信仰の私たちの信仰の土台である神様の絶対主権の中に入られるようにしてください。世の中の2番目、世の中の方法では解決できない人生の問題を見られる目を開いてください。3番目、神様の御子である私たちに与えてくださった霊的な祝福